イナキアスクナウレタは、スペインのバスク民族主義党に属していた、政治家。1999年から死去する2014年まで、ビルバオ市長を務めた。前職は、医師、医学教授。ビスカヤ県ドゥランゴに生まれた。サラマンカ大学医学部で、心臓学と放射線学を専攻し、博士号を取得して1966年に、卒業した。 フランスのブルセイ病院に勤務する傍ら、パリ大学でも医学を学んだ。パリではアナベジャ・ドミンゲスと出会い、後に結婚した。1973年にはバスク大学の物理療法、放射線科教授となり、バスク州のバラカルドにあるクルセス病院に勤務した。1981年にはクルセス病院の理事に就任した。 1983年から1987年にはバスク州保健サービスの事務局長を務め、1989年にバスク自政府の事務総長となった。1991年から1999年にはバスク州政府保健大臣を務めた。1999年にビルバオ市長に就任すると、2003年、2007年、2011年に再選され、 死去する2014年まで市長を務めた。就任前には、ビルバオ・グッケンハイム美術館が開館しており、就任後には2002年のメトロビルバオの新路線、開業、同年のビルバオトラム開業、2014年のエスタディオ、サンマ・メスタデ会など、大型公共事業による都市活性化を進めた。ビルバオは、工業都市から観光都市へと大きく変貌し、 奇跡の町と呼ばれるようになった。2012年には世界で最も欠出した業績を残した市長を称える世界市長賞を受賞した。2014年3月20日、前立腺がんのためにビルバオの病院で死去した。71歳だった。アスクナの葬儀にはアストリアス公、フェリペ夫妻が参列した。アスクナの功績を称えて、 ビルバオにあるアルオンディがビルバオは2015年3月にアスクナセントロアに解消された。ありがとうございます。